ホンダ日生ホンダ日生から1931年3月16日は日本の宗教家、僧侶。日蓮宗明万寺派、あらは本北家草原館長であり、法号は聖王院日生。近代日本の代表的な日蓮仏教の改革者として名を残す。1867年、ハリマ国姫路藩に姫路藩士、 国とも健次郎と勝つことの間に次男として生まれる。幼くして、母方の母大寺である、明前寺の本田日栄に支持し、本田生を継いだ。小学校卒業後、明立寺の池田日章の下で得度し、日章亡き後は、岡山県津山の本連寺で小玉日姿の下非宗教学を学ぶ。十八歳で、大阪府堺市の明万寺住職に任命され、 1887年、上京後に、私立哲学館の、第一期生として入学する。哲学館在学中、日生は、井上遠良やドイツの哲学者、エドゥアルト・フォン・ハルトマンの著書など西洋哲学を広く、学び、生涯にわたって深い影響を及ぼした。1884年以降、明治政府の元仏教各宗派の教団近代化が、始まり、 日蓮宗明万寺派にいた日清は革新派として近代化の体制整備に奔走し、1889年24歳の若さにして明万寺派教学部長に就任する。しかし、日清の革新的な修正改革は、州内の主級派から反発を呼び、保守派の西織織日光が艦長に就任すると、1891年教学部長を罷免される。 日清に対する、主級派の処分は続き、福島県日本松のレンゲ寺への左遷命令を拒否した、日清に対して1892年、創籍剥奪処分が下る。以後、日清は、あらわ、本ポッケ衆議具図書を設立して、独自の布教活動を始める。州内での盛んな日清復権運動の結果、1894年、衆問は、 仏教各宗公用の日生への執筆依頼のために、創籍を復権。それと同時に、かねてから構想していた、日連文化統合に向けて、相続を問わずに運動を展開する拠点として、統一団を結成する。団法、統一を発刊し、現在まで、その活動は継続されている。日生は、修門の修務総監に就任した後、 日蓮宗名万事派を正式に、あらわ、本北家ケ州とする交渉許可を得て、1905年39歳で、あらわ、本北家ケ州官庁に就任した。以後21年間、同職を務める中、1909年には、以前からライフワークとしていた、相続一体の不協伝道、社会教家、文化統合の拠点とするため、あっぱれ会を組織。 佐藤哲太郎海軍中将、小笠原朝鮮施策などの有力軍人、政治家、名士たちが名を連ねた。関連団体として、各地で頻発する労働葬議に対応するための、労働者、勤労者を中心とした、地喜び会や共産主義、無政府主義に対抗するための政治運動拠点として、司法を萌え国会も組織し、 幅広い分野での日蓮主義伝道活動に努めた。1922年、広く日蓮門下に呼びかけ修祖、日蓮大聖人の立正大志号追試を実現させる。以後日清は修祖を一貫して立正大志と呼称し続けた。1926年、日清は官長職を辞して品川、妙国寺に活動拠点を移すが、 次第に病状が悪化し1931年65歳で宣言した。日清は終祖以降に派生したアリューギア、旧来より民族信仰や権力体制に迎合して生まれた多くの混乱した日連仏教の信仰を本来あるべき釈尊を中心とした信仰へと統一、原点回帰させるために様々な活動に身を投じた。 地方に土着化した、薬師如来や、大黒天、岸も神などを本尊とする旧来の信仰や、占いや霊感などの迷信を一切禁止し、雑乱感情の廃止を、装飾者並びに、一般信徒へ強く求めた。さらに日清は、本尊論について詳しく言及し、曼荼羅本尊一体か、見穂式のみを本尊に統一すべきと定めた。井上遠梁の哲学観で、 西洋哲学を学んだ日清は、明治維新以降、日本が近代化を遂げていく上で、仏教思想の近代的体系化の必要性を強く実感し、キリスト教を中心とする、西洋文化を受容する発展途上にあった、日本において仏教思想の独自性や存在意義について深く考察し、仏教を自立した近代的宗教とすることに指針した。 そのためには、日本仏教の諸宗派のみならず、日蓮仏教においても乱立する宗派、門流の統一を強く主張し、強固な組織体系を構築することが、日清の理想であった。また、教学に関しても、非住門流の総ただしである、教官総章、直樹日蓮を基軸としながら、あくまで、苦道実情の仏打を教師とし、 周祖の異文に忠実であることを訴え続け、既存の体制に依存することなく、日蓮文化が社会的にもアクティブな存在として、幅広い分野で行動を起こすことを障害において示し続けた。多多数、ありがとうございます。